最近すごい税金の無駄遣いが会計検査員に指摘されましたガソリン価格を引き下げるために補助金を出していますが実際にガソリンスタンドで値段が下がっているのかどうか調べる調査です。 しかしこの調査ひどくて全国のガソリンスタンドを取りまとめた業界団体天下り団体に調査を委託したんですがさらにそこから博報堂に採択採択率はなんと77%そして全国の2万以上のガソリンスタンドに電話をかけたり現地調査をしてデータを集めたんですがなんと62億円をかけてやったその調査集めたデータは非公表さらに資源エネルギー庁が別途独自に 本庁調査と言って同じような調査をしていて、ほぼダブった調査をやってるのに62億円。こんなこと許されますか皆さん。こういう無駄をなくすためにも減税、我々はトリガー条項凍結解除によるガソリン減税、引き続き求めていきます。